いやすっごいですねこれ。もう皆さんこんにちは、こんばんは、肉ちゃんでーす。さあ今日なんですけど、蜂の巣を調理していきます。まあこのシーズンね、ちょっと冬、まあもうすぐ春になりますけれども、まだねちょっと寒さも残っております。やっぱこういう状況の中だとスープとかね、煮込み料理を作る機会が多くなると思うんですけれども、その一つとして、まあ、蜂の巣を使ってね、それを下処理して煮込み料理を作っていきます。その蜂の巣でもね、ちょっと下処理にねすごく時間がかかったりっていうところはちょっと捨てたりするんですけど、その捨てるもったいないので、その蜂の巣でもね、皮の部分の方のね、ちょっと匂いのきつい方を、それを匂いを取って取っ払って、美味しく食べれる方法を今日は紹介します。しかもかつ簡単に、まあご家庭でも作れるような、そんな感じでね今日は進めてまいりたいと思います。ちょっとその蜂の巣のね黒い部分見てほしいんですけど、こちらです。これ蜂の巣、皮の部分だけですね。ちょっと身を取ってしまった後なんですけど、牛さんの第二の胃袋です。乾水に2時間ぐらいつけておくだけで真っ白になるんですよね。ということでこちらもね今からやっていきます。まあ、これですね、水を入れて乾水適量入れました。でよく混ぜてちょっとぬるっとします。でこれをね、皮を下にして冷蔵庫にしまいます。でラップをして冷蔵庫にしまいます。ではつけ置きしておきました蜂の巣の皮ですね、今から黒いのを取っていきます。めちゃくちゃ出ますね。こんなに山盛り。はい、見てください、真っ白になりました。どこまでも白い乾水でね、いや真っ白な蜂の巣できました。いやすっごいですねこれ、簡単に真っ白になります。うおー、蜂の巣の皮真っ白。ということでちょっとね調理しますので、トリッパーやっていきます。これね煮込むんですよね。茹で時間が長ければ長いほどね柔らかくなっていくので、で簡単な調理法をやっていきます。カットしていきます。まあ一口サイズにねカットしていくんですけど、まあ、柵取り最初にしていきます。ほんと真っ白になりましたね。こうプルンプルンで美味しそう。煮込むと縮むので少しだけ大きめにカットしていきます。はい、出来上がり。はい、お湯を沸かしてあります。沸騰してきたところにカットしたての蜂の巣を入れます。お湯の中に入れるとすごくなんか綺麗ですね。くるーんと丸くなってきますね。可愛らしいですね。で今から2時間煮込んでいきます。はい、弱火にして煮込みます。グツグツ2時間煮込んでいきます。すごくねちっちゃくなってくるんですね、茹でると。ちょっとパセリをね入れていきます。ネギの頭や生姜と同じく匂い消しで入れました。少しね匂いがあるんで臭み消しですね。1時間半煮込みました。まあ、こんな感じで可愛らしく踊ってるような見えます。ではこちらをね入れていきます。普通にスーパーとかコンビニで売ってるね、このパスタ用のソースですね、トマトソース。実は原料にね
玉ねぎ、人参、ニンニク、パセリと、これね、匂い消しに最適なものがね、このソースの中に入ってるんですよね、最初から。だから、こういうの食材を集めることなく、このソース1本で、1個でね、完結してしまうんですよね。うん、これはすごい便利です。簡単に作れる方法、こちらですね。まあ、これの他にもトマトソース売ってるので、この類のものがあればね、そちらでをご利用くださいませ。こう、食べてみて、自分のね、好みの硬さになったら、このトマトソースを入れていきます。ちょっといい感じになってきたんでね、今から入れようと思います。これ煮込めば煮込むほどね、柔らかくなっていくので、試食してみてね、自分好みの硬さを決めちゃってください。火を止めまして。パセリ取り除きまして、ザルにあけます。お水で洗いまして。しっかり水気を切ってください。最後鍋にこのパチノスを入れていきます。で、トマトソースを入れます。で、お水を足します。少々ですね。火にかけます。よく混ぜまして、グツグツと煮立ってきましたね。いい感じですね。で、これぐらい完成しました。こんな感じで。先ほどのパセリ、どうですか？いい香りです。じゃあ、トリッパの完成でーす。フランスパン。どうですか？こんな感じでーす。じゃあこちらトリッパいただきます。うまいんですよねこれ。今日はねチーズをかけていただきます。チーズもねすごくよく合うんですよねこれ。まあ、あとね食感を楽しみたいなら野菜ですね。玉ねぎとかねめちゃくちゃ合うと思います。ブルサンチーズ今日は入れました。いただきます。うまっ。身がふわっふわでうまい。これフランスパンね、つけても美味しいです。うん、うまっ。まあこれね、日本ではあんまり馴染みないかもしれないですけど、イタリアとかね、ヨーロッパの方では本当によく食べられる料理なんですね。いやー美味しかったー。ごちそうさまということで、今日の動画はここまで。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。松坂焼肉ホルモンの店一緒